どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、マリルリプクリンジュゴンっていうパーティーで、キャッチカップ、促成カップ、潜っていこうと思います。で、一戦目なんですが、相手がランタンですね。これはきついですね。ジュゴンも結構厳しいと思うので、プクリン投げていったんですけれども、そのまま突っ込んできてくれてますね。で、まあ、これね、10万ボルトまで溜めちゃってるんで、まあ、波乗りだとは思うんですけれども、まあ、張っていって、で、これで引いてくる感じかな。で、まあ、実際引いてきて、引き先がベロリンガっぽいっすね。ここでベロリンガなんだ。ベロリンガは、ベロリンガはあれなんじゃないか？ここで逆転できるんじゃないかな？しかも交代時間、回りそうな気がしますね、これ。なので、まあ、良かったんじゃないですかね。マリルリここに出していっちゃって、普通に戦える気がするので、まあ、ジュゴン投げてもいいですしね。これは良かったんじゃないかなと思います。まあ、のしかかりそれなりに入るんですけれども、まあ、凍える風一発入れてますし、もうシールドもね、残り1枚しかないんで、なので、まあ、使えないは使えないですよね。で、相手がここで、もう一発のしかかってくるんですが、まあ、ゲージ溜めて、マリルリじゃない、ジュゴン投げてくって感じでいいかな。まあ、それでいこうかなと思います。だけど、まあ、ゲージ溜めてからジュゴン投げていって、まあ、パワー一歩がね、それなりに入るんですけれども、とはいえタイプ不一致ですし、逆にこっちはここで来てもらえるんで、まあ、悪くないんじゃないですかね。だけど、相手がここで、パワー一歩打ってくるんですが、半分ぐらいかな。ダメージ感覚的にはそれぐらいだと思いますね。まあ、これだったらもう一発、ギリ耐えられるかな。ただ、まあ、打てないんじゃないですかね。で、まあ、しっかり来てもらえたんで、まあ、裏次第なんですけれども、出てきたポケモンが、グライガーなんだ。まあ、ランタンも大事にするって感じか。まあでもグライガーどうなんだ、まあランタン大事にしてくると思うので、これもうあれなんじゃないかな、つぶてだけでいけるんじゃないかな。だけどまあつぶてだけで倒させてもらって、で、相手が、なんだ、ランタン戻してくるので、まあドリライとりあえず打っていって、まあ張ってくるんじゃないかな。まあでも赤ブレイク見せてるんで、まあ凍える風でも張ってくるか。で、まあ技バレちゃったんで、まあこうなったらもう赤ブレイクって言ってね、まあ、耐久力下げようかなって感じなんですけれども、まあ相手としてはドリライ食らえないんで、まあシルラ張る場面ですよね。で、まあここは張ってこない、あ、張ってくるか。まあドリライ覚えてるんで張ってきて、で、まあ防御下がったんで、これはいけそうですね。で、まあここにはマリルリ投げていって相手にゲージを吐かせていって、で、死に出しのプクリンのチャンボイスで持っていけるかな。ゲージ溜めて一緒に下げてますもんね。だけど相手が波乗り打ってくるんですけれども、まあこれはもうシルラ剥がしに来たって感じですかね。で、諦めてこちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。相手がプクリンに対する回答がなかったですね。あそこでベロリンが投げちゃったのはね、失敗だったんじゃないかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、ヌオーですね。まあ、ヌオーか。まあまあ、悪くないというか、まあ、こっちが有利な対面ではあると思いますね。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、あれですかね、まあ、泥爆弾撃ってくるんじゃないかな。ヘドロ爆弾は多分覚えてないと思うので、まあ、一発なら、まあ、耐えられますしね。まあ、泥爆弾で削り入れてくると思うんですけれども、まあ、マリルの耐久力だったらね、まあ、全然戦っていけると思います。で、まあ、実際ドロバックなこれぐらいのダメージなんで、まあ、レートビーム打ってったんですが、これどうだったんだろう、ハイドロポンプ打っても面白かった気はするんですが、ただ技構成ね、ちょっとあんまりバレたくないんでね、まあ、レートビーム打っていって、まあ、予想見ていくんですけれども、まあ、もう一発レートビーム打っていけば倒せそうですね。で、相手がここでドロ爆弾打ってくると思うんですが、まあ、受けられるんで受けていって、まあ、CCT しながらね、やっていく感じになると思います。だけで、こちらが、レートビームって、あ、変えてきましたね。で、雪メロコっぽいかな。まあ、雪メロコだったら、あれですね、プクリンで持っていけるんで、まあ、ちょっとここ打たされちゃったんですけれども、まあ、どちらにしろね、ジャレツコ覚えてないんで、なので、まあ、OK ですかね。で、プクリンに投げていって、で、凍える風じゃないや、なんだっけ、雪なら一発なら耐えるかな。なので、まあ、受けちゃって OK ですかね。だけで、まあ、受けていく感じになるんですけれども、その後甘えるだけで持っていけるかな。2発目打たれなければね、全然 OK だと思います。だけでね、まあ甘えるだけで最後持っていって、で、ゲージを溜めた状態で裏を迎え撃つんですけれども、どうしようかな、凍える風打つのか、チャームボイス打つのか、ちょっと迷いどころであるんですが、まあ考えてる余裕はないですよね。相手の、こいつ、なんだったっけ、沼黒じゃなくて、なんだったっけ、ヌオ、ゲージ溜めてるんで、なのでまあ打っていって、で、あれですね、泥爆弾打たせたって感じですかね。で、あとはもう、ラストのポケモン次第なんですけれども、何がいたらきついかな。ちょっと、あれなんですが、何がいたらきついんだろう。電気系とかいたら厳しいかもしれないですね。で、出てきたのが、グライガーだったので、これいただきですね。
まあ、冷凍ビームって言って、まあ、シールド1枚剥がせるじゃないですか。で、この後、まあ、相手がね、穴を掘り打たなければもう一発撃ってますね。ツバメが石ぐらいだったら、マリノル耐久力だと全然耐えるんで、まあ、耐えてもらって、やっていくって感じなんですけれども、相手がしっかり穴掘ってくれば、やられちゃいますかね。まあ、でも裏にジュゴンがいるんで、まあ、勝ちは確定なんですけれども、まあ、シールド剥がしに来るかな。で、まあ、実際ツバメ返しで、ここレートビーム打ってたんで、シールド2枚目剥がしていって、ジュゴン投げたら、多分降参してくると思います。だけでね、まあ、レートビーム打っていって、で、あれですね、ジュゴン投げていくって感じになるんですけれども、まあ、これはもう20弱点ついてますし、まあ、シールド2枚取ってますしね、まあ、しょうがないですね。対戦ありがとうございました。今のバトルは出しがちから順当にいけた感じですかね。うん。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がシャドウ白龍ですね。まあ、この対面は、まあ、有利って言っていいのかな。うん、まあ、悪くはないんですが、うん、まあ、でもね、シャドウ白龍は全員で見れるんで、まあ、ジュゴン投げてったんですけれども、まあ、それに対して相手がプクリンで追っかけてきて、で、まあ、今回のジュゴンなんですけれども、凍える風を覚えさせてないんですよね。うん。まあ、理由としては、まあ、凄技がもったいない、凄技スペシャルがもったいないんで、まあ、毎回ジュゴン作るわけにはいかないじゃないですか。すでに、凍える風持ちのジュゴン持ってるんで、まあ、アクアブレイクも悪い技じゃないですし、なんすかね、まあ、タイプ1ですしね。うん、悪くないと思うので、うん、まあ、どうせまたジュゴン作るんだったら、まあ、違う型のジュゴン作ろうかなってことで、まあ、なんすかね、氷の粒ではね、さすがに覚えさせたんですけれども、うん。まあ、でもね、なんすか、凄技スペシャルを、なんだ、温存ということでね、作った感じですかね。うん。で、相手が、白龍を戻してくるかな。で、まあ、凍える感じで多分警戒してると思うので、うん、まあ、ここでね、ドリルライナー打っていって、まあ、アクアブレイク打ってるんでね、相手も凍える風覚えてるんじゃないかなと思って、あれですよね、張ってきますよね。うん。で、まあ、実際張ってきて、で、まあ、ドリライトね、アクアブレイク型なんで、まあ、次は張ってこないですね。うん。で、まあ、これで、ダメージ取らせてもらって、で、死に出しのプクリン投げていったら、相手のラストが見れると思うので、うん。まあ、ウツボットとかじゃなければ勝ちですかね。うん。諦めましたね。大変ありがとうございました。今のはね、アクアブレイク型のジュゴンがね、まあ、しっかり刺さりましたね。防御弾が引けたんで、まあ、つぶてだけで持っていけたんでね。まあ、そこがね、勝利につながったと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がセゴールで、引き先がマリルリということで、これマリルリをね、追えないんですよね。これ、まあ、プクリンでなんとかなるとは思うんですけれども、まあ、でもセゴール当てたいんでね、プクリンはね。なので、相手のね、まあ、ジャレツクのタイミングでとりあえずジュゴン投げていって、まあ、ゲージだけ貯めさせてもらったって感じですかね。まあ、相手しっかりジャレツク打ってると思うんですけれども、うん、まあ、このタイミングは普通に追っかけていけばね、まあ、凍える風を覚えてれば、まあ、有利なタイミングであったんですが、まあ、今回ね、覚えてないんで、悪夢型なんで、悪夢ドリライ型なんでね、なのでね、まあ、なんすかね、うん。まあ、出すタイミングをちょっと変えたって感じなんですけれども、まあ、このマリルリを削ることができれば、悪くないと思います。っていうのも、マリルリとね、プクリンが初手のね、セゴールに対しては強いので、まあ、相手のラストがね、ウツボットとか、不思議花とかじゃなければ、まあ、いけると思うので、うん、なので、まあまあって感じですかね。で、まあ、ジャレツクは受けていって、で、まあ、様子を見ていきたいところなんですけれども、まあ、タイミングは最悪取られちゃう感じかな。まあ、でも、ぶっちゃけタイミング上げたくないですよね。まあ、セゴール相手に、こちらの2匹のポケモンどっちもぶつけられるんで、うん、なので、まあ、シールド2枚使っても、タイミング守っちゃってもいい気はするんですけれども、まあ、マリリーもこっちゲージ貯めてますしね。うん。なので、まあ、そんな感じでやっていこうと思うんですが、まあ、相手が打ってくるので、これ貼っちゃおうかな。うん、まあ、貼って OK ですよね。まあ、レートビームだとは思うんですけれども、まあ、食らったらやられちゃうと思うので、あ、じゃれついてきましたね。張っていって、で、まあ、ドリラー打っていって、これで相手のシルラー剥がしていくんですが、まあ、この後ですよね、まあ、相手がね、技打ってきて、まあ、こっちシルラー剥がされちゃうんですけれども、まあ、張らなければタイミングをね、キープできるかな。で、相手が技打ってくるので、ちょっと迷ったんですけれども、まあ、マリルリがゲージ貯めてますし、まあ、セゴールがいるっていう情報があるので、これ張っちゃおうかな。まあ、ラスト次第ですかね。うん。まあ相手のラストに、まあ仮にウツボットとかがいたとしても、マリルリがゲージ貯めてるんで、まあレッドビーム当てられるんじゃないですかね。シールド1枚剥がしてますし。うん。で、ここにはセゴール出てくるのかなと思ったらオーロットでしたね。オーロットか。まあまあ、プクリンで戦えるんで悪くないんじゃないですかね。まあ草は草でもオーロットだったんで、まあプクリンが圧倒的有利なんで、まあ相手は種爆弾打ったら帰ってくるっていう流れなんじゃないかな、基本的には。うん。で、まあ種爆弾多分2発耐えられるんで、まあシャドウクローがね、20体質あるんでね。これは普通に戦っていけると思います。で、まあ、実際受けてみてこんな感じで、今の感じだったらもう種爆弾耐えられますね。で、セゴールが出てきたので、まあ、相手氷ドラゴンポケモンなんですけれども、まあ、レッドビームで十分でしょう。うん、まあ、ハイドロポンプむしろね、今一つですしね。まあ、レッドビームでダメージ取っていって、で、今のダメージ感覚だったら、次本気で打ったら倒しちゃうんで、まあ、本気で打たなくていいっすね。裏の、なんすか、あいつ。
なんだ、アオロットにベートビーム打てるような形で倒さないと、ちょっと起点作られてまずそうなんで、うん。なので、まあ、限界まで貯めたからね、弱めに打っていこうかな。まあ、ここでちょっと弱めに打たせてもらって、まあ、起点作る感じでね、戦えると思います。というわけで、あとは泡だけで持っていけたらいいけど、まあ、一発、凍える風で打たれちゃうんですが、まあ、ちょうどいいぐらいになるんじゃないですかね。いい感じのゲージの溜まり具合だと思います。で、相手がここで凍える風打ってくるんですが、うん、まあ、これは普通に受けるしかないんで受けていって、で、あと一発で、限界まで溜まるかな。ぴったしでしたね。完璧な、ゲージ調整だったんで、まあ、これはいけますね。で、ここで冷凍ビームを打っていって、で、相手は張らないと飛ぶので、まあ、張ってくるんですけれども、この後相手が、なんだろう、技を打たなければ倒せるから。てか、打てないですよね。うん。もう、打ってしまったら、ね、プクリネジキになっちゃうんで。うん。なので、まあ、あれですね。ここでもう一発レートビーム打っていって、まあ、攻撃2段下がってるとはいえ、オーロットの耐久力だったら耐えられないかな。そうですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、今のはね、ゲージ調整が結構完璧にできましたね。うん。レートビーム2発近く貯められたんで、まあ、そこが大きかったかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、銅ですね。どうなんだろう。毒型じゃなければ結構戦えると思うんですが、マットショット型ですね。で、あとはヘドロ爆弾を覚えてるかどうかってラインなんですが、相手8発貯めたかな。8発貯めてるんで、ヘドロ爆弾は穴なんじゃないかな。覚えてないんじゃないかな。うん。多分地震とストーンエッジ型だと思いますね。なら戦えると思うので、うん。まあ、有利な対面だと思うので、まあ、どちらにしろ一発は食らえるんでね、受けていくんですけれども、まあ、地震とか打ってるんじゃないですかね。ストーンエッジと地震だと思うんですが、まあ、地震の方がね、相手タイピッチですし、うん。まあ、ダメージ取れるんで、まあ、当然打ってきて、で、まあ、やっていくんですけれども、うん。もう一発地震打たれちゃいますよね。とりあえず、うん。CCT やっていけば。で、まあ、地震打たれるんですが、まあ、耐えられるんで、受けていって、で、こっちどうしようかな。弱めにレートビーム打っていく感じでいいかな。うん。まあ、それでいけると思いますね。というわけで、むしろ、ノースワイプでいいんじゃないかな。あ、でも、ちょっとスワイプするか。どうだろう、これ倒しちゃうかな。まあ、起点欲しかったんですけれども、どうだろうな。あ、いい感じですね。うん。完璧な起点ですね。うん。まあ、一発、うん、もう、二発もらえたらよかったです。まあ、さすがにそれはあれか。で、出てきたのが、あいつですね。なんだ、なんだっけ、こいつ。バイウールか。うん。バイウールは、まあ、悪くないんじゃないですかね。ジュゴンが、二度蹴りでダメージ受けちゃうんで、うん。まあ、プクリ投げるしかないと思うんですけれども、うん。もう一発ここでレートビーム打てれば。まあ、でも、のしかかりさすがに打ってくるか。うん。で、まあ、これやられちゃうんですが、まあ、半分近く削れてるんで、まあ、相手がゲージ溜めてるとはいえ、まあ、プクリンで押していけるかな。うん。あとは相手がワイルドボルトとか、覚えてるかどうかってラインです。なるんですが、まあ、しっぺ返しは大丈夫ですし、うん、まあ、一発なら受けられると思うので、まあ、受けていこうかなと思ったら相手が帰ってきて最後出てきたのが、意外なの出てきましたね。これどうしようかな。うん。これどうしようかな、本当に。って感じで、まあ、ジュゴン投げたんですが、まあ、ジュゴン投げるしかないんですよね。相手が二度蹴りマンがいる以上ね。まあ、ここでジュゴン投げていって、ただまあ、幸いことに、相手の技があれなんですよね。なんだ、氷の牙。うん。まあ、氷の牙だったら、ね、ジュゴンね、二重体制で受けられるんで、うん、なので、まあまあ、うん。いいと思います。で、まあ、こっちはアクアブレイクって言って相手の防御力、まあ、下げる感じするんですけど、まあ、相手張ってくる場面なんでね。まあ、ここはアクアブレイクですね。まあ、ドリライでもいいんですけれども、まあ、防御ランできれば引きたいんでね。やっていくんですが、どうだろう。あ、ここ張りましたね。でも、まだ食らえると思うんだよな。うん、まあ、でも、まあ、いっか。うん。どちらにしろ回転はこっちの方が勝ってるので、後ろに2枚剥がしていって、まあ、様子を見ていく感じですね。うん。で、まあ、アクアブレイクっていくんですけれども、まあ、ここで防御ライン引ければ、うん、まあ美味しいですね。ただ相手も鋼タイプなんでね、こっちのつぶ手が全然ダメージになってないんで、うん、まあそこはね心配ではあるんですけれども、ただまあまあ、なんすかね、相手としては途中で二度蹴りまで投げるしかないんじゃないかな。まあここで、グローパンチ打ってくるんですけれども、まあまだ全然耐えられるんじゃないかな。二段上がってるとはいえ、まあ耐えきれますよね。うん、もうプクリン大事にする形でいいと思いますね。で、相手が二度蹴りマン投げてきて、まあ、のしかかってくるんですけれども、うん、まあ、これはもうあれですね、受けていった後はプクリンで起点作らせてもらって、で、戻ってきた、あれですね、なんだ、あいつ、なんだったっけ、あいつ、クチートに、まあ、チャームボイス打っていけば、いけるかな。まあ、冷凍ビームじゃないや、凍える風よりは、チャームボイスの方がダメージ入りそうですよね。で、相手がここでのしかかってくるので、まあ、これは受けるしかないんで受けていくんですが、まあ、ここまでやってしまえばもう OK ですし、相手の口と、まあ、ゲージ溜まってないですし、まあ、倒せるとしたらアイアンヘッドぐらい打たなきゃまずいと思うので、まあ、それはさすがに打てないんでね、まあ、このチャンボイスで持っていって勝ちですね。まあ、耐性があるとはいえ、うん、まあ、ペライポケモンですし、まあ、シャドウですし、これは耐えないですね。うん。耐性ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ今回ね、まあ、キャッチカップということで、まあ今シーズン捕まえたポケモンしか出れないじゃないですか。なので、まあ使えるね、あの、駒が少ないんですけれども、まあまあ、うん、まあその中でね、まあ強そうなポケモン3匹、まあ強化して、まあ使ってみたんですけれども、まあ不思議馬だとね、あいつ、なんだ、ウツボット。うん。まあ、そこがちょっときついんですけれども、まあ、不思議花はね、なんだろう、まあ、ハードプラントを覚えさせるためには、凄技使わなきゃいけないっていう部分もあるので、まあ、どちらかといえば、まあ、ウツボットが出てくることが多いのかなって気はするんですけれども、まあ、そこさえぶつからなければね、結構戦えるパーティーになったんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、草対策で、まあ、なんだ、マリルリ、ジャレツクじゃなくて、レートビーム、うん。で、まあ、全員氷技を覚えさせてはいるんですけれども、とはいえね、やっぱり草ポケモンがね、ちょっと重ためではあるので、特に草毒ポケモンですね。まあ、重ためではあるので、うん。なのでね、まあ、氷技を覚えさせて、まあ、対処したって感じですかね。うん。で、あとポイントはやっぱりジュゴンですよね。まあ、アクアブレイクとドリルライナーって、まあ、結構珍しい方じゃないですか。やっぱ、凍える風がね、まあ、強いポケモンなんで、うん、まあ、あれなんですけれども、ただまあ、さっき言ったように、もう、凍える風を覚えてるジュゴンって、もう、すでに作ってるじゃないですか、普通、大体。うん。まあ、大体作ってると思うんですよ。ねえ、で、キャッチカップのために2匹目、それね、凄技、スペシャル使って作るのはね、ちょっとさすがに、ねえ、ちょっとね、もったいないんで、なるで、まあ、アクブと、まあ、ドリライ型にしてみたんですけれども、まあ、悪くなかったですよね。アクアブレイクでしっかり防御台効ければ、まあ、プクリン相手にね、なんだろう、まあ、タイミングをね、しっかり取れたりもするので、まあ、アクアブレイクが、まあ、しっかり機能すればというか、うん、まあ、デバフが効ければ、本当にね、まあ、有利な感じで、まあ、ジュゴンが硬いんでね、なるで、まあ、戦っていける気はしますね。で、まあ、今回、このパーティーで、まあ、1日目、まあ、10戦潜ったんですけれども、まあ、7勝だったかな。10戦潜って7勝だったので、まあ、悪くはないんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、偏りがあるので、まあ、ウツボットとか、うん、不思議バラとか、まあ、そこら辺が来るとちょっときついなって感じはあるんですけれども、うん。まあ、ね、初日ちょっとなんだ、ポケモン回復デーっていう、まあ、イベントは、まあ、土曜日あって、うん。で、まあ、ちょっと丸の内まで行ってたんでね、まあ、10戦しか潜れなかったんですけれども、うん、まあ、でも、まあまあ、まあ、強いポケモンなんたちなんでね。なので、まあ、まあ、10戦潜って7勝だったら悪くないんじゃないかなって思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては、きちんして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけたら幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。